謎、太陽の数百億倍、宇宙の果てにある巨大天体卑弥呼がヤバすぎる。巨大天体卑弥呼は2009年、大内正巳特別研究員が率いる日米英の国際研究チームによって、ハワイ島のスバル望遠鏡で発見された。宇宙誕生初期の謎に包まれた巨大天体卑弥呼は、一直線に並んだ3つの星団を巨大な水素ガス雲が、包み込む構造をしていることが現在までの研究で分かっている。三星団は合体し、さらに大きな天体を形成しようとしているところで、銀河が作られる最初の過程を明らかにする上で重要な成果だとされている。卑弥呼はクジラ座の方向、129億光年離れた遠方にある非常に明るい巨大なガス雲で、137億年前に宇宙が誕生してからわずか8億年後のものであり、古代宇宙に輝く天体として、邪馬台国の女王卑弥呼の名前が付けられたのである。研究者は発見時に、今まで宇宙初期時代で発見された物体として最も大規模なものかもしれない、としている。卑弥呼の広がりは5万5000光年にも及び、我々の太陽系がある天の川銀河の半径にも匹敵する。さらに驚くべきことに、太陽の数百億倍という大質量を持つことが分かってきたのだが、これほどまでに巨大なガス雲を高温で輝かせ続ける。エネルギー源などについては謎に包まれていた。研究チームは南米チリにある電波望遠鏡、アルマ望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡、スピッツァー宇宙望遠鏡において詳しく観測し続けていた。結果、卑弥呼は巨大なガス雲の中に、3つの星団が一直線上に長さ2万光年以上にわたって並んでいることが発見された。さらに活発な星の形成の様子も観測されており、1年間に太陽の質量の約100倍に及ぶガスが星に変化していることが明らかとなったのである。この激しい星形成活動こそが、卑弥呼のガス雲を温めるエネルギーなのではないかと推察されている。一方でアルマ望遠鏡による電波観測においては、星が活発に作られている。爆発的星形成銀河で観測される固体微粒子が発する電波や、星形成活動度の指標となる炭素原子ガスが出す電波はいずれも検出されていない。宇宙創生のビッグバンによって水素やヘリウムなどの軽い元素が合成され、その後形成された星の中での核融合反応により、さらに重い炭素や酸素などの元素が作られるとされている。そのためアルマ望遠鏡の観測において、重い元素からなる固体微粒子や炭素原子が検出できなかったことについて、卑弥呼は水素やヘリウムを主体としている。まさに形成中の原子銀河なのではないか、としている。いかがでしたでしょうか。ロマンあふれる宇宙の謎。さらなる研究結果が楽しみですね。少しでもお楽しみいただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。